ローマ改善のイベリア半島、ケルティベリア人居住地区第一次ケルティベリア戦争は、紀元前181年から前179年に、ルソネス人を中心にした、ケルティベリア人が、共和制ローマと戦った戦争である。敗れた、ケルティベリア人は、ローマに服従した。第二次ポエニ戦争の間、ローマは、ヒスパニアをカルタゴから奪い、支配するようになった。 ローマはヒスパニア人の反乱を鎮圧して復従させたが、その支配は内陸部各には及んでいなかった。エブロ川沿いに住むケルティベリア人はケルト人と厳重イベリア人が合流して生まれた民族と言われ、彼らはローマに対して面従腹灰の態度をとっていた。ルソネス人はケルティベリアの一部族、あるいはイベリア人の部族でエブロ川沿いに農耕を営み、 鉱山も持っていた。戦争の発端について、アッピアノスは、ルソネス人を中心にした、ケルティベリア人が、土地の不足からローマに反乱を起こしたと伝える。が、当時のケルティベリア人は、ローマと争っていなかったというだけで、服属まではしていなかった可能性もある。前181年に反乱が起きると、失政官フルイウスフラックスは、集結した、 反乱軍を攻撃して破った。破れたケルティベリア人の一部はコンプレガに街を築いて要塞化した。彼らはフラックスに対し前の戦いの償いとして死者一人につき一着の服、一匹の馬、一振りの剣を差し出すよう求めた。フラックスはたくさん届けると答え兵力を引き連れてコンプレガに行軍し攻撃の構えを見せた。 コンプレガのケルティベリア人は戦いを交えず逃走した。全179年にティベリウス・センプロニウス・グラックス・マイオルが交代してヒスパニアに着いた時、ケルティベリア人は2万の兵力でローマと同盟したカラウィスの町を包囲した。グラックスは急行してカラウィスの囲みを解いた。ほぼ同じ頃、コンプレガの住民2万はオリーブの枝を持ち、 階段を求める様子でグラックスの軍に近づいた。接近すると彼らは不意に攻撃してグラックス軍を混乱に陥れた。グラックスは一旦陣営を捨てて逃げ、ケルティベリア人がそこを略奪しているところを襲撃して破った。この勝利に続いてグラックスはコンプレガを征服した。グラックスはコンプレガの地をローマの貧民に分け与え、 周辺の諸部族と友好を誓ってから外戦した。この条約で、ケルティベリア人は、功能と戦時の兵力教室を義務付けられたが、後にこの義務は免除された。これ以後、ルソネス人は、ローマに逆らわず、ヌマンティア戦争などでも、ローマ側についた。ありがとうございます。